どうもこんにちは、中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。抽選前の心境について話したいと思います。あとだいたい6時間ぐらいで抽選が始まんねんけど、やっぱり少し緊張するかな。その予想の仕方を変えたからどれぐらい一致するのかっていうのが気になる。今はほんまに難易度がかなり上がってる。その僕が買う前はそこまで難しくはなかったんけど、まあ難しいことは難しいけど、まだ継続さえしたら当選はできてたから、少ない口数でも。でも今はなかなか少ない口数では当選が難しくなってきてる。だから当選してる人は5口以上購入してるんじゃないかな。少なくても5口は購入してると思う。まあそれでも僕は1口から3口でやるけど、5口は予想せえへんかな。しんどいし。今回はどうなるか正直ちょっとわからんねんけど、まあ当選できたらいいけど、なかなか難しいかな、ロト6は。またその来てほしい数字、待って、それで来たらドバーって買おうとは思っとんねんけど、多分10回、早くても10回後ぐらいかな。遅かったらほんまに20回、30回後に来るみたいな感じやから、それがいつ来るか。その時はほんまにチャンスやねんけど、まあその時が来たらチャンス到来っていう動画を出して、その高額当選を狙いに行くっていう表明をしたいと思います。それでは次は、ロトセブンか。ロトセブンの予想をしたいと思います。これはちょっとじっくり予想したいんで、先にこの心境についての動画を撮りました。それではまた後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。